それがどう出るかですね。ただやっぱりキャラ的にはベガは結構キャミーを嫌がってるんですね。やっぱり対空が難しい。確かに。ただプゲラが対空がめちゃくちゃうまい。うまい。確かに。そこはどう出るか。はい、ではそのあたり見ていきましょう。上からの攻めをどうしのぐかプゲラ。プゲラベガ対するは水波キャミー、いってみましょう。お願いします。さあ静かな立ち上がりになった、うん、お互い手の内が分かっているだけに不用意にはいかないか。勝利条件は3試合選手。さあこれまでの試合の中でも宇多さん、はい、いろんなその流れのやり取りが見えましたよね。今流れが対空インパクト言ってるそばからすごいプレーになった。ストライク読みかもしれないですよね。多分そうですよね。さあここはプゲラがまずはいい形を作って先を飛び出しました。なるほど、解除しゃがみ強パンチで勝負したね。今そして体力差はついているが、さあ上から行く、まとまりつきに行ったが、プゲラはうまく距離を取って仕切り直しの場合、足元上は飛ばせたとした。さすがにここはしっかりと体力差があったので、まあ、上は狙いやすかったというところでしょうか。距離がその2対1しやすい距離になった瞬間でしたね。そうですね。ラウンドを取ったのは左側ワンピガーのプゲラのベガ。ここもホバーをしっかりとガードして、さあ、ベガは無理はしない、かっこいいはせず流れていく。わあ、パリーラッシュだったんで、一応まあパニカにならないようにフォローができました。どうするか、静かの中で、ここは下がって、バックステップがね、やっぱりトップポイントですね。ストライクを透かす距離を作っていく、はい、足元踏みに対してバックステップすることに回避できますので、ガードから攻めを継続したい水肌が、まあ、ともや、このタイミングと、早くないインパクトが、早いですね、足が地上から離れた瞬間ぐらいで打ってますよ。あのタイミングだとノーマル飛び攻撃でもあれなんですかね。打ったり空中ヒットしそうな勢いですね、うん、これだ、完全に狙ってるか、逆に遅らせストライクで打ち取った。この辺りは完全人読み。バーンアウトです。バーンアウトしたベガに対しての水波の攻めになる。CH 警戒先端、あ、これ回復されちゃうと結構水波がきついですよ。あ、空対空、これはうまいな。今度はお株を奪うような空対空から勝負、投げ前ここも勝負手ですよ。でも投げを釣り出して、はい、前ジャンプで端っこいっちゃいますからね。今の OD ストライクガードされてしまうと、はい、結構ね、プゲラ側も全然逆転のチャンスあったんで、バーンとしながらの一撃でしたからね。流れているのにさ、両者譲らず、1試合目の最終ラウンドはどちらが取っていくか、SA ゲージ差がある、プゲラが SA3 打てる状況。ファミリー戦でこの SA ゲージをどこに使っていくかですね、プゲラが、まあ、空対空でリターンを伸ばすのか、まあ、対空最高、SA3 で手も確かにありますが。ただ、走行行ってる間にかなり体力がついた。これは危ないぞ、大きなダメージになる。ゲージはまだ使わず、次の一手で倒しきるためのゲージか、うまい、これ決まるやつ。さあ、プゲラのオキチューパン、そこからためにためたゲージを放出。アンリミテッド最高クラッシャーで、まずはプゲラ、お見事。一番のポイントはその最高前に本当にこだわらないというか、サイコクラッシャーでダメージで予防しをする。これが面白かった。しかしこの2試合目水波が先行するか、パンチで大きなダメージになった。何かクラッシャーみたいな感じ。まだ6でリフトパン、かなりのスピード。パリを見てから、ここからどうする、もう一度投げ、かなり投げまくったラウンド。攻めのチャンスが、ね、巡ってくると、出川は大将は、まあ、パリバックステップ暴れですよね、使い分けて、下がろうというところを下段で取って、もう画面端になった水波がかなり先行するようになってきた。両者の対決、これね、上結構見てるから歩きが通ってるって感じがしますね。しかし残るかゲージはあるが、でも使っていく、自らのドライブゲージ回復というところもあるので、はい、この後の攻めに注目。これは何をするか、仕掛けるか、さあ様子見をした、ダブル2を打たせた、お見事、これで1-1、
読み合い回ってますね。そうですね、うん、両者譲らずとストライク当たったぞ。シビン投げを誘っている。水波の圧力がかなり効いてきているか。とっ、これはミス。これは着地しっかり取って、うん、ストライクが出なかったか。眉をつけての攻めになるが、うまくタイミングを合わせてボマの隙を消していった、ね、上抜けた。ここはラッシュしやすい。 1.5 早投げ、よく抜けた。まあ、バックサップだったから、すごいコースになった。ギャタがギャタく、水葉は強気、そのまま倒しきり。お見事。いや、要所で今日水葉の逆タク中足効いてますね。確かに、まあ、水葉自体が逆タクするタイプのプレイヤーではあるんですけれども、切れ味鋭いですね。もう差し返しの形で中足が入って、うん、水波のキャミーがどんどんダメージを与えていく。8打目が続きます。こうなったらきついぞ。またもや投げ多めか。上にくる、まく助かった。次はどうする。苦しい時間は続くが、むずい。体力差ある。わー、うまいな。フゲラもうまかったんですけど、やっぱ近めで飛ぶことによって太鼓対象をね、させないように。フゲラが前に出るが水幅が硬い。もう水幅中足とかシャーム中盤リーサルなんで、うん、ワンタッチですね、はい、これはさあ着地してからコアバターあるんで、ね、3ページ、はい、しっかり溜まって、ここは丁寧に丁寧に勝ち切っていったのは水幅。2対1。単純にやっぱり相性の部分でキャミーが先手を取りやすくて、そして攻めが始まればまあ、やはりこのベガの守りの難しさのところが出て、でリードした後にしっかりキャミーの守りの姿で待つっていう。そうですね、余計なボタンは一切押さないという意思が伝わってきた。おや、投げを一つ上からまとわりつきに行く。この中盤にことごとく差し返されてるのがですね、かなりプゲラとしては嫌な状況が続いている。うわ、踏み込み中足、ファンの前に中足が飛んでくる。これもう勢いは水原のキャミーになった。もうずっとダメ足だよ。いやー、出れないぞ。これドライブがね、3.5 本ぐらいなんでラッシュしづらいっていうのがね、ずっとありましたね。中段、これでかい、でかい、これ大きなダメージ。ただここでジャスト逆格、まあ、危ないぞ。危ないぞ。タイルフリードは依然として水波のキャミー。スゲラはなんとか1ラウンド取って嫌な流れを断ち切りたいが、グダグミネル見せつーか、OD からのサイコパニッシャー。やはり勝機は上にあるか。リーサルもしっかりよく見てたな。結構上が通った印象のラウンドだったんですよね、うん、ただその離れた前のジャンプで見てるって感じですよね、はい、なので水さんはその前歩きが結構通ってるっていうのはやっぱり続いて、さっきはちょっと離れた前から飛びに行ったんで。いやー、これ超でかい、超でかい、でかいぞ。入れ替わった上にパリカンスタート。これあ、でもまたバーンしないんで再チャンスになるが、それでも打っていく水波強気。垂直、風体垂直、垂直から SA ゲージがないんで、絞ったら勝ちでしょう。絞って絞って最後はインパクトからスタンを取る、はい、さあこれでブゲラは1本返してフルセット。やはりもつれた。最後に何を両者持ってくるか、どう駆け引きを回すか。上も横もこれまでさまざまな意識配合をしてきたが、踏み込み投げは水葉。踏み込みをやってるっていう意識はプゲラもあると思うんですけどね。対空溜まってる。いや、しかし大パンのギリギリ外だった。駆け当たるか。うん、両者譲らず太鼓対空をしっかり貯めるっていう切り替えてますね。難しいですよね。足が止まっちゃうんでね、そうなるともしか下がることになるんで。はっ、ここはヘラタック。いやー、ダメージ対空が速い。体力リードはプゲラベガ、とんでもないヘリ。ドライブもないんでこれ相当プゲラ有利。さあ、うわー、最高、貫いた。最後膝、これでマッチポイントはプゲラのベガ。このまま行くか。
なんか早かったか。カウンター繋いで、ね、ナミネス正面からの飛びをかなり迎撃されてるんで、三原は切り替えたい。おお、ここに来てまたインパクトタイク。今度は見ている、ボタンを押す。 4D2 から前につけて1つ投げて、次はどうする。ダブル2を重ねていくか。リバー、ここでリバー、怖いところ。やばー、ここで起きたー。インパクト早すぎ、とんでもない。マジかよ。鳴りを潜めていたこのタイプ。ここだが投げてたぞ。当たっている。さあドライブゲージが吹っ飛ぶか、どうなる。この後ギリ残り勝負どころ。いざわさあ、いざわさあ、ゲージが2つある。大ファンからサイコパニッシャー、紙一重の勝負。勝ち切ったのはプゲラのメガ。お見事、見事。ダッシュラッシュでバックジャンプ、対空間に合わなかったんですかね。間に合わなかったかもしれないですね。リプレイ機能で検証できますよ。確かに、確かにやってみたいですよね。やってみて、やってみて今の。確かに、キャノンスパイク対空できたらまだありますね。スパイク対空できてれば、うん。